はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、やっていきましょうか。バイオヘルデア、はい、トゥー。それで、早速なんですが、ちょっとね、ゾンビがわーっていっぱい出てくる、わーって後ろばってわーってなっちゃうんだけど、おいおい、前回は東の廊下のところのね、職員室みたいなところを、開けまして、まあ、昇進中のレオンちゃんにもお会いすることができたんですけど、肝心のね、こっちの情報をね、伝える暇もなくね、ヘリコプターでデーンってなったんで、またね、二人はね、変装を選んで、お別れバイバイになっちゃったと。で、俺はこいつと旅に出る。あ、私だ。私だ。お前だ。という感じで、ちょっと待って、やっぱいるよねー。ああ、もったいないな、ここで使う、あれは、ちょっと予定はなかったけど。オッケー、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 あ、なんか後ろからニュルッと出てきてる。まあ、こっちにもう来ることはないからいいでしょう。レオン編は、ああ、もしかしたらクリア編でもないし、レオン編でもないから大丈夫だね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ何編あ、ちょっと待って、めっちゃなんか今日画面が重いぞ。やばい、やばい、やばい。いきゃ、よし、オッケー。はい、まあ、こうしれっと見れるおっぱいが癒しですね。いい感じ。よし、じゃあここカチャコンと開けといて、で、欲しいアイテムがここに、スペース的にはいけるかな。よし、じゃあ、そこでわーってなってるね。その前にいくらアイテム整理だけさせてもらおうかね。このままスターズルームにも行かなきゃいけないので、ちょっと、あれだね、無駄なことしまったな。先にアイテム回収してからこっち来ればよかったね。しまったしまった。まあいいや。じゃあ、アイテム回収ですね。ピピッ。この音でさ、なんか、大丈夫？なんかこの音でゾンちゃんがさ、うわーって気づいてきたりとか、いちいちなんか、あれだよね、派手だよね、アメリカ。まあ、そっか、武器の持ち出しを通常の場合されちゃいましたっていう警告音を出すとか、そういう時のためにやっておかなきゃいけないっていうことなのかな。まあ大丈夫だと思うんだけどね。アイテム整理が、これはしばらく、まあ、いらないかな。じゃあ、スターズルーム行きましょうか。ちょっとね、皆さん大好き、ベロベロ野郎が来るんですけどね。ベロベロ、そうそう、ベロベロ野郎が来るんだけど。よし。私も、あれを回すことでてくと、あれがさ、なんで、あのバルブハンドルっちゅうのが、なんで、ねえ、あの職員室っちゅうか、あそこにあったんだろうな。それが、なんかちょっとよくわからないよね。どういうあれで、あそこに行ったってやつね。なんなのよ、リッカーなのよ。ここでね、なんか、レオンとかのピピっていうやりとりとかがあったら面白いんだけど、これアイテム回収しきって、アイテム欄大丈夫かな？持ちきれないとか。大丈夫そうかな。あまり良くなさそうだね。相変わらずの可愛いニャンちゃん。ニャンちゃんじゃねえ。ワンちゃん。もう猫とね、犬の区別もつかなくなってきてるよ。末期だね。ここは別に、そうだね。いらないね。まあ、後でここにまた戻ってくるけど。よし、じゃあこれとこれを組み合わせて。OK。さてと。やつはいるんのかな。どこにいるかな。しっ、ちょっと待ってそう、あの、聞いてない。ちょっとここでナイフを失いたくなかったから、これいける、セーフ、大丈夫、危ない。落ち着け、ちょっと歩くことで
心臓が1個くらい止まるかと思った。1個しかないけど危なし、じゃあ一旦ここ出といて、ここに置いとけばだったんだね。だから中にいてしまったことで、なんか棚が、なんか後から倒れてきちゃったっぽいですね。ここが開いてれば、まあ、一家の攻撃を受けることなくいけると思います。で、例のごとく、ちょっと忘れちゃった。確認。チェック。やばい。コーヒーがなくなりそう。バージンメダルのさ、メダル取れるところがもうなんかほんといかがわしい場所なんだよね。いえいえ、分かってる、分かってるんですけど、分かってるんですけど、大丈夫、食らう、わかった、すっごい早すぎるんだよ、何かかわす守り、うわー、右肩から左腕まで一気に裂かれてるね。どういうあれなんだろうな。で、とりあえずアイテムは全部取れたから、慎重に寝起きドッキリさせないように気をつけて、よし、じゃあもうここでね、もう警察パート1は一旦用済みになるんでね、ちょっと整理だけさせてもらってから次に進んでいくようにしましょうか。まあでも残ってるアイテムとかも特にないから、まあ比較的スムーズに来れたんじゃないですか。まあもう言うてね、まあちょっとあまりにも細かく区切りすぎてるっていうのはあるけど、パート4か。あ、前回もそのくらいだったっけな。どうなんだろう。まあ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 、まあ、まあまあいいじゃないですか。はい。じゃあここはめはめしておいけば。よし、じゃあ黒豆ちゃん最後の目の抱擁をさせてあげましょう。ここの鍵は入ってないよね。そっか、メダルであれだからね。よくもう、まあ、確認もしない中でね。黒豆ちゃん、ジャコネコ。ジャコネコ。ね、連れて行こうとしたよね。悪い夢見てた。なんか、俺が粉砕機で粉々に砕かれて。なんか液体に上にされて、ごくごく行かれる夢。いってて。もうダメだ、一人で逃げろ。ダメよ、早く病院へ行かないと。いいから行け。至極ごもっともの話だよね。病院に行きましょうって。どうなったらもう手遅れだ。今すぐ町を出ろ。そりゃそうだ。あなたを置いていけない。これだけの惨状を見てね、まあでもこの段階でまだレオンとクレアもね、なんで死んだかもって人たちがうだ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 歩いてるのかなってね、チェックしん。あれだね、最後の、ね、お別れだから、ちょっとせめてこう、なんだろう、目線だけでもちょっとね、下を見ないように意識したって感じがしてるね。ありがとう。よし、じゃあここでどうなったかな。これもさ、原作と違ってさ、虚しいのが、いつね、ゾンビ化してしまったのかっていうのが分からないままにお別れをしてしまったってことだよね。これがマーヴィンの見た最後の生きている姿っていう終わり方だもんね。ごめんなさいね、急にどうしたら痛がってって思われたかもしれないですけど、今ね、このずっと前からさ、肘と手首ぶっ壊したっていう話してるじゃないですか。で、肘と手首ちょっとぶっ壊しちゃって、やっぱりアンメルツ横横だけでやるのもどうかと思って、さすがにね、ちょっと湿布を、ね、夜と朝と、ね、貼るようにしてて、そのただそのどうしても剥がれてきちゃうんで、手首とか肘とかって曲げる頻度が一番多い箇所じゃないですか、膝と並んで、うん、だからやっちまったと思って、あ、違う違う、やっちまったって、何もやってないそうそう、だからテーピングでね、その端っこ同士を止めてて、その端っこ同士を止めてるんだけど、肘の方が、片方がね、力こぶなんだよね。だから力こぶがさ、盛り上がってへこんで、盛り上がってへこんでっていう感じだったり、盛り上がってる時に、だから要は肘を曲げてる状態で盛り上がるじゃないですか。盛り上がってる状態をずっとちょっとキープしすぎちゃって、誰かいる？テーピングが肘を、あ、肘じゃない。テーピングがその皮膚をね、ブリッてめくっちゃって、めちゃくちゃ今痛いんだよね。
爪でガリッと引っかいちゃった分くらいのなんか傷が出てきてて、さすがのゴリスの妹でもこれは無理か。レオンはなんとか開けられそうな雰囲気出てたけどね。隠れる場所下手くそか。いるの？12歳の割にはなんかちょっと子供っぽいよね。なんか小6ってもうちょっとまあ大丈夫、何もしないから。俺も中学生の塾教えてたけど、怖いの？子供の子は子供だったもんな、本当に。なんか中学生でもうちょっと大人の会話ができるみたいな、まあ、対等とは言わないけどさと思ってたけど、意外とガキなんだよね。よく聞こえない。中学生って自分が大人になってみて気づくけど、自分が中学生の時とかさ、なんかもう大人になって、まあ大人じゃないけど、なんか大人と自分はそんなに考えとかも変わらないぜ。だからそういう自我に目覚めるから反抗期っていうのが生まれてくるんだろうな。なんかなぜかよくわからないけど、左太ももの裏が切り刻まれた跡あった。ふい、すごいよね。これで落ちてたらよくすぐ立ち直れるよね。冗談きついわ。ビリビリなの。下半身は全然あれってさ、なんかあのジムで鍛え始めた男性みたいな体型してるよね。ちょ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 、もったいないもったいないもったいない。あのね、ジムで鍛え始めた人ってやっぱりそのどっちかっていうとさ、そのお腹割りたいとかさ、腕太くしたいとかっていう人たちの方が多いから、あの、ね、上半身ムキムキでね、下半身がね、あのもうお姫様のようにでもにね、もうなゆるゆるな人がいたりするんだね。おー、ちょ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 、そんな暴れない暴れない。あ、あれ、ちょっと待って、なんかめっちゃうまくいってる。めっちゃうまくいってるめっちゃうまくいってる。おー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 、いけ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 。あ、いいねいいねいいね。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと勘弁してください、ちょっと勘弁してください。はい、はい、はい、きゅきゅきゅ、よしよしよし、これで死なない。あ、ちょっとやっぱり死なないから、ちょっと待って、ちょっと待って、これで、これ終わり。どう？え？え？あんだけ切り刻んだのに？全然関係なし。ちょっと待って、ここにあるか。ここに、ない。あ、終わったかもしれない。終わったよねー！ちょっと待って。もう反撃アイテムがない。もう反撃アイテムがない。そんな蹴り加えでへこむようなあなたじゃないでしょうに。なおって、あっぶな。おお、なんか初デスカウンターが発動するところ。あぶね、なんか見失ってる。よし、ここよし。あれ死なないの？あれちょっと待って、しぶといぞ。あれナイフ弱点じゃなかったっけ、あいつ来る。やばいやばい。あれ、ちょっと待って、こっちに来てしまったことによって左から来る、こっちから来る。あー、来た、よかったよかった。迷子になってなかった。おお、ちょっと待って、絶対食べてくださいね。ちょっと待って。で、シュルダン、あった。近いよ、ちょっと待ってよ、そんな近いんで。あっ、つかまれた。あっ、ああ、もうこんなことならハンドガン打たないけどもな。ポケモンやドラクエや FF と違って相手の残体力っていうのがわからないからな。こればっかりは仕方ないよね。助かった。ああ、助かった。すごいのんきやな、こいつ。まあ、とりあえず、助かったから、いいとしましょう。あっぶね。まあ、弾をね、ボコボコ使えるような。こういうところでナイフの使いどころになるからね。ね、使っとかんと損になっちゃうから。聞こえてる？あぶね、本当に。もう安全よ。いや、安全かどうかはちょっとね、私の口からは何とも言う。本当に？ええ、安心して、もう大丈夫。あ、見えた。そこにあるはしごを下ろしてもらえない？スカートでいいんじゃないか。一緒に小学校6年生になったまでそんなガバガバな、ね、ズボンっていうのはあれは、こんなとこにいるの？着ててもあれだぜ。いると思う。いてほしい。マーキンってでもどうなんだろう、研究責任者的なあれなんでしょ、収入はいいんだろうな。探してあげる。まあ、なんかちょっといいとこのお嬢さんとか、いいとこの学校通ってるお嬢さんっていう感じするもんね、多少は。侵入してもらえ。
じゃあとりあえずちょっと残ってるアイテム回収だけさせてもらって、よし、じゃあここ回収終わりましたら、なんか駐車場に登る手前のところでね、区切りのいいあのセーブポイントがあるので、そこでね、全部アイ…あ、まだ残ってた、しまった、あれ取ってなかったっけ。よし、じゃあね、なんとか無事ね、一区切りすることができたので、こういうのはなんかね、 S プラスランク取るところでね、なんだかんだね、こことね、ハードコアか、ハードコアやる場合だったらね、こことあそこ、あの G2 戦が意外とね苦戦したりするもんだからね、ここは意外…ここじゃない、 G3 戦くらいはね、意外とね、もう弾がもうめちゃくちゃ余りまくってるところだから、あとはゾンビとの絡みのところとかでね、細かいダメージを食らわないように注意しなきゃいけないっていうのがあるんだけど、まあ、それはクリアするところをお見せするのか、ちょっとでもね、ちょっと難しいか、やっぱり、うん、そうだね、ちょっと難しいね。だから可能だったら取った後のロケラン無双でなんか雑談しながらバイオ RE2 をするとかっていう実況もしかしたら取るかもしれないけど、まあ、そもそもね、僕個人がまあ、2時間半で思ってをクリアするってなったら、まあ、平均すると50分とかでしょ。アンブレラ、50分区切りでセーブできるようなポイントをつきながら連続でゲームをするっていうのが今環境的にどうなのかっていうところがあるんで、まあ、そこは、うん、仕方ないとは思うけど、パパはその、まあ、とりあえずね、そんなことをグダグダ言ってても仕方ないので、トンパートはね、一旦ここで区切りさせていただきたいというふうに思います。ああ、膨らむとこちょっと膨らんでんな。いいね。本当に。いや、ロリじゃないです、ロリじゃないです。はい。ということでね、ぜひチャンネル登録ボタンと応援ボタン、グッドボタンですね、押していただけたら嬉しいです。ということで、本日は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。